ですね。これもやっぱりこうトム・ヒドルストンさんがこう素晴らしいお芝居をされているので、それにこう寄るところがやっぱり大きいと思うんですけれども、なんか相反する部分を同時に持ち合わせているキャラクターっていうんですかね、まあ、もうその大元で言えばもうヴィランだけれども、自分の気持ち次第でいい方にというか味方にもなったりする部分もありますし、決めるときはビシッと決めるけれども、こう爪が甘いときもちょっとあったりっていうところから、こうシリアスだけどコミカルだったり、セクシーだけどキュートだったり、ミステリアスだけどこうとても身近に感じる部分があったりっていう、その相反するところを同時に表現されてるところがやっぱりすごいなと思うところでもあるし、そのロキっていうキャラクターの魅力に大きくつながってるんじゃないかなと思ってまして、そういう部分がそのやっぱり表情とか目のお芝居とか表情とかそういうところで、トム・ヒドルストンさんがやってらっしゃるのがとても大きいんですけれども、なんとかこうセリフで表現できる部分とか、息呼吸の部分で表現できるところとかでは、なんとかその日本語で吹き替えるときに少しだけでもそういう部分が表現できたらいいなと思って、臨ませていただいています。